皆さんこんにちは、転職の達人釘山です。さあ、この動画、前回はね、転職を進める動画じゃなくて、転職21回、失業3回、そして倒産2回という経験の中で、私自身が編み出してきたこれです。人生の壁の越え方ね、人生の壁の越え方を皆さん方にお伝えしたいって話をしたわけですね。さあ、私ね、21回転職したというね、その数の多さを自慢したいわけでも何でもないんです。私が言いたいのは、21回転職しても一度もですよ、転職にね、失敗したことがないっていうことなんです。じゃあ、なぜ失敗したことがないって言い切れるのかっていうことなんですね。転職に失敗したかどうかっていう基準はね、2つあると思うんですよ。2つ分かりますかね。1つがね、仕事にきちんと成果を出してきたかどうかです。私自身ね、どうだったかって振り返りますとね、特に営業マンの時代なんかそうなんですけどね、常にね、営業ではね、トップを取ってたんです。すごいでしょ。すごいですよね。嘘ですね。やっぱりね、営業でトップを取る人間っていうのはね、違うんですよ。すごいんですね。私ね、そんな人間じゃ全然ないんです。トップなんか取ったことありませんよ。2番だったんです。違う、2番も取ったことないんです。やっぱりね、1位と競ってる2位っていうのはね、これも結構なもんでしてね、私ね、大体ね、どのぐらいかっていうとね、3番ぐらいだったんです。3番、いいでしょ。微妙な位置ですね。これがいいんですわ。普通の人間よりはやり手なんですね。だけどトップクラスと比べれば落ちるっていうことでね、どんなイメージかと言いますとね、やり手の中の一番下って、いいでしょう。そのぐらいにはいたわけですね。だから仕事としてもね、そこそこに成果を出してきた、そんな感じなんです。だけど、すごい激しい競争に巻き込まれていたわけでもないっていうようなね。そして2つ目ですね。やはりね、良好な人間関係を作ってきたかっていうこと、大事ですね。いくら金稼いでてもね、人間関係くちゃくちゃじゃね。私ね、21回も転職してますからね、どんな人間とでもね、もう即良好な人間関係を作っちゃうね、究極のテクニックを持ってるわけですよ。すごくないですか。聞きたいでしょ。聞きたいですよね。はい。そんなのがあったらね、私も聞きたい。ねえ、そんなテクニックね、私持ってないですよ。違うんですね。どんな職場に行ってもね、気の合わない人いました。逆にね、私を嫌ってた人もいると思うんですよ。嫌な上司だってね、いくらでもいたんです。でもね、そういうのはね、どこだっているんじゃないですか。そういうね、一部どうも気が合わない人がいてもね、それ以外の結構多くの人はね、とはね仲良くやってくれたんです。そこそこの人間関係は作ってきたんですね。私ね、それでいいと思うんですよ。つまりね、どういうことかって言いますとね、成果、仕事の成果に関しても3番手なんですね。そして人間関係でもそこそこ、つまりね、そこそこでいいんじゃないっていうことなんです。面白いでしょう。1番でも2番でもなくて、そこそこでもいい。これをね、私ね、人生3番手主義と呼んでいるんです。面白いでしょう。1番なんか問題外、2番手主義って結構ね、言われたりしますけど、私の場合は3番手主義なんです。この3番手主義で私、人生生きてきたもんだから、なんかね、幸せに生きてきたんじゃないかなって気がするんですよね。トップを狙うわけでもないけども、私やることはね、一生懸命やってきました。もう仕事に関してはとにかくね、一生懸命やってきましたからね。それで3番手で続けたっていうことで、わあ、ハッピーだねーっていう気持ちでね、満たされてたんですね。人生3番手主義、どうですか。面白いでしょう。そういう感覚でね、自分の転職だとか、あるいは人生をね、考えてみてはどうでしょうか。転職の達人、組山でした。